ったら、今のビジネスの人一番多いんだけど、それはパーンと言ってくれて、自分が引っ張り合う選手が多いし、それが綺麗に見える選手が必要なので、そうそうそう。ということは、これを体感するには、この状態、左足後ろ引いて、つま先に左足一本にします。左足一本でこうやって立ってみて、今日のテーマは、結構体を全部補い合いの動作だ。これをすごい分かってる人に、補い合いってどういうことかって言ったら、こうちゃんが土台が腰が開くとか、右膝が前に出るとか、体でポンと前に出してるときは、これらが硬いときに、やっぱ動いてる人は体がここが動けばクラブが触れたりとかだから、これが動いたら多分これでこうして練習してるから、そうすると手首硬くできるのがないし、こっちは動かないですから、こっち使うしかない。一流選手とかは手首とかめちゃくちゃ綺麗に動くでしょ。ボールちゃんよりも使ってない。そう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 、手首を使う、結構出てるんじゃないかなっていう。めっちゃヘッドが言ってるの分かるし、ヘッドを振ってる私なんで、ヘッド振ってるし、そんなに左行かないの。そう、分かる。で、球も取れる。で、大体が8割、9割飛ぶんです、これで。そう。で、これはどういう、何の話をしてるのかって言ったら、勝手な予想の話だけど、大谷君に、ちょっと椅子とか座って、大谷翔平君にこっから取って投げろって言ったら、120、30キロ投げれる。そう。でも、これだと160キロ投げれないから、彼は踏み込むでしょ。それなもんなんです。だから、あくまで補助的なものですよ。はい。ブレイクシュートとか、骨盤こっちに行きましょうっていうのは、あくまで、このゴルフクラブでこういう動きを、これだけだとスピード足んないから、踏み込んだものスピードでいいんじゃないのと言われてるし、それしか、そんだけの補助的なものに、みんなすごいとらわれまくってる。それで、かつ地面にあるから、地面にあるから、ちょっと左目に取ってくるのが、こっちの辺に使っちゃう。右目にあると、こっちの辺に使っちゃう。普通の時の方が、ここに。そうすると、前回とか倒すって一緒になるでしょ。倒すってここに入る。そう。これが、こうじゃなくて、こういう動きになって、体全体土台が、すごくこういうポジションになる。入らないで切っていくわけ。で、ダスティン・ジョンソンとかもこうやって切ってるエリアで、一回ここに入ってから、こういう動きしてるから、そうで、ココちゃんが悪いけど、本当にこういうアクションなんだ。そう。だから結構この、しかもこう下がりながらもうこっちに。でしょ？そう。だからこれを結構好きになったら、これは。で、ちょっとね、人に気づかれないんだけど、でしょ？そう、こうやって運動しよう、そう。で、すみません。そう、そう、こういう。でもそこに入ってる。入ってる。そうそう、入ってる。そうするとそこから腰切っても大丈夫。一緒の切り方も。そう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 。そうすると斜面とかコースと斜面があるでしょ。でこういう感じでしょ。台が悪い。あ、そうですね。そうそう、感覚は感覚的にはそう。そこに対応できる。はい。左足下がりな。左足下がり。左足下がり。そう。水平下がり。そう。こうやってこういうふうに。この感じで。これが斜めになる。シュッと。シュッ。そんな振ってないでしょ。左でこの時に左軸、そう、右軸だとおかしなこと。同じことやってるのに、右軸だとあれってなんだ。腕を、同じ腕の振り方でも、そう、そうする。ボディターン。手打ちという名のボディターン。手打ちって言ってるけど、回ってます。手打ちという名の見事なターンです。へー。だから、言葉はどうでもいいです。おー、かっこいい。そこからスタンス2回にして、そうそう、腰振る。そうそう、これで入る。で、腕で振る。え、そう、そこでやる。はい、腕で振る。まずこの瞬間にそうそうそう。で、かつ、さっきの手すぐに行ったら地面の左軸っちゃう。そうそうそう。そうすると手を、そうすると引き取りたい。なんで？これクラブが嫌だよ。嫌だよ。嫌だよ。めっちゃ気持ちいい。あ、分かったよ。だからメインバクラブ。これを今日。だからみんないろいろ言うことを。クラブが動けば球は飛んでる。これが手打ちの手の字も見えなくない？
回ってる人し回って動いてる、ね、これをみんなこれをこうとこれをあそうですね